これは大人ダメだよって言われた。もうちょっとそんな食べれなくて大丈夫ですか？まあ、ちょっといるだけでよければ。熱い。肉と変なおでんみたいな。なんかおでんって書いてあるけど何だかわからない。何や。全然読めねえ。白菜小松菜。しちゃダメだよね。ホテルのトイレも流しちゃダメだよね。だから例外ないと思出た。来ました。これが皆さんご覧ください。デブメニューです。台湾、イン台湾。イン台湾。少しでも活大心を意識したこの気持ちながらの辛味噌。それをこうね。こうやると台湾のお米ってパラパラ落ちちゃうんですよ。なんでガーッと混ぜてこっから先はもう。これで君も夏までにプラス10キロ。冷やすぎる。めちゃくちゃすぎる。足が入ってる。私肉団子ですよね、いわゆる。ああ、うまいわ。これうまいわ。これあと5個いく。結構食べれるな。うまいわ。さっき買ったやつ。お、買ったの？買ったんです。ブレスレット。あら。可愛いブレスレット。いいおばちゃんだったね。いいおばちゃんだった。可愛い。肉めっちゃ食える。はい。可愛い。キラキラ。黒とカラフル。ちゃんと魔除けもした。魔除けしたね。あれ面白かったな。魔除けの手、魔除けされた手、ご利益ありそう。もう終わったんですか？終わりました。早っ。めっちゃ面白い。めちゃくちゃ疲れた今日。なんかこの4日間は夜早く寝て朝早く起きる生活をしましょう。ラストワン。日本人ってさ、最後の1個をどうぞどうぞって言うじゃん。タイの人は最後の1個を食べた人に幸運が訪れるって言って最後が喧嘩になるの。面白いよね。って言いながら最後にも食べるんです。帰ろうか。帰ろうってということで1日目終了でございます。いや、満喫したね。寝ないで来てるからさ、余計なんか染み渡る。今日はさすみさみさんが実証してらしいスケルトンをさっき化粧してる。